はい、どうもグリードです。今日はちょっと僕の最近の一日的な動画を、撮りつつ、ちょっとね、月曜日にもうフランスに行くんで、ちょっとそのフランスに行く、まあ、何のために行くかっていうことを今日は喋りたいと思います。今日はね、そんな仕事は特別なものはないんですけど、まあちょっと最近の日常的な Vlog を今日はね撮ろうかなと思ってるん で、その前にちょっとオフィスに行く前にコーヒーが欲しいから、ちょっとコーヒー買いに行きます。あ、すみません、アイスラテで甘なしで大丈夫です。よいしょ。はい、ここは第二オフィス的な場所なんですけど、まあミーティングしたりだとか、まあこの前もここで、ライトとかゴロと動画撮ったんですけど、まあそういうとこする場所ですね。まあ今は僕以外誰もいません。まあちょっと一人で喋りたいので僕は今日ここに来てます。で、今日することはまず、昨日のチームメイトの交流戦の動画を見て、フィードバックするドキュメントを作ります。その後、ちょっと、ラッシュキャップ、帽子のアパレル用の写真撮影があるんで、それをやりつつ、で、今年、ちょっと僕、個人アパレル、グリードのアパレルを、ちょっと考えてるんですよね。まあ、すぐ、なんだろう、販売できるわけじゃないんですけど、まあ、今年の、まあ、10月とか、まあ、夏、早くて夏とかを目指して、ちょっと自分のアパレルを進めていこうかなと思ってるんで、まあそのアパレルのリサーチとかをしつつ、で、動画の後半は、まあその最初に行ったフランス、月曜日にもフランス行くんで、そのフランスに行く、何のためにフランス行くかっていう話をね、しようと思います。じゃあ、とりあえずパソコンつけて、まずはドキュメント作りですね。まあこれは今サーチなんですけど、でこっち守りで敵が A 攻めしてきて、こっちも A に人数を割いてる感じで、五郎視点、この五郎の位置はあまりに後ろすぎて味方の何の援護にもなってないんで、もうちょっとこう前に出てストレートでロング見るか外周に入るかした方がいいかな。で、結構視点もキョロキョロしてますね。今チラッとセンター見ちゃったりとかしたから、で前の味方が全滅してしまい、で今のプレーは本当に五郎のプレーは残念ながら味方に何の援護もなってなかったっていう、かなり悲しい状況でしたね。で、まあ 1v3 になっちゃうという、玉出しを見るべき、まあ、こんな感じで、よいしょ、まあ、こういう風に合うかな、まあドキュメントを書いていきます。まあ、何分何秒こういうことがあってこうすべきだったとかですね。ではまあこれはこの前のやつなんだけど、まあ必要に応じてこう画像を作って画像を貼ったりしてます。こんな感じで、まあ、これはね、ワールド2時代、コーチの、ストーリー君、アメリカ人なんで、ストーリー君が、まあ、こういう風なことをね、書いててくれたんですね、ドキュメントでずっと。で、まあ、最近は、ストーリー君はね、こういうドキュメントは作らず、実際にこう通話入って、リアルタイムでこうフィードバックをすることが多いんですけど、まあ、最近ちょっと僕、こういうことを、やり始めてます。まあ、ドキュメント作って、フィードバックするっていうのをちょっと頼まれたんで、やってみてるんですけど。で、ワールド2時代は結構そのストーリー君のドキュメント、英語のドキュメントを、まあ、翻訳したりとかしてたんで、まあ、その成果なのか、ちょっとね、ちょっとは、マシになってますね。ちょっと、途中なんで、ドキュメントね、途中なんですけど、ちょっと写真撮影の時間が来ちゃったんで、一旦、ドキュメントやめてそっちに行きます。45分ぐらいやったんですけど、まあサーチ&デストロイの試合なんだけど、
まあ半分ぐらいかな。45分で半分ぐらいです。まあだから、まあだいたい一つのドキュメント1試合分は1時間半とか、まあ長い時に時間ぐらいですかね、かかるの。よし。じゃあちょっと、一旦写真撮影ですね。行ってきます。ちょっと違うね。スパッと。大変だな。行きましょう。OK。はい。何これ。ちょっと何どうなる。これは YouTube 用の Vlog で。今からやるのは別の仕事ですね。はい、というわけで今日の分が終わりました。2時間ちょっとかかったかな。量はね、パッと見こう最後見そんな多くはないんだけど、意外とね、まあ、考えたりちょっと画像作ろうかなとか、まあ、そういう考える部分が今日は多かったかなっていう感じです。よいしょ。はい、というわけでお疲れ様でした。で今からね、フランスの話しようと思います。で11日にもうフランス、今回ねカンヌに行ってきます。で何しに行くかっていうと、e スポーツバーっていう、ビジネスカンファレンスに行ってきます。 e スポーツバーって何かっていうと、本当に e スポーツの、まあ、企業だったりチームだったりの本当に世界のトップの人たちが、カンヌに集まって、まあ、簡単に言うとこうビジネスパートナーを探すっていう場所なんですね。プレゼンがあったり、本当1対1で、まあ、紹介し合ったり、まあ、パーティーがあったりっていう、まあ、本当に、まあ、ビジネスパーティーって言ったらいいのかな。今回のこの e スポーツは本当に世界の本当トップの人たちが来るんですけど、まあ、こういう人たちですね。クラウド9の CEO の人だったり、 YouTube、Twitter の、本当にトップの人だったりとか、本当誰もが知ってるチーム、企業の本当のガチトップの人たちが集まります。そこに僕はこのラッシュゲーミングのコーファウンダーとして今回、まあ、お仕事と、まあ、半分お勉強ですねとして行ってきます。本当僕も今回行くってなった時に完全に固まって、どういうことってなったんですけど、行くことになったので、本当にまあ、とにかく頑張りたいと思います。もう正直怖いです。かなり怖いです。それはね、多分20代なんてもちろんいないだろうし、本当に周りの人たちが本当世界的に有名な人たちばっかりなんで、本当この若造は言っていいかって感じなんですけど、まあ、まずこう世界の e スポーツの企業とかそういう人たちにまず知ってもらうことが本当まず第一の目標だと思うんで、それだけはちゃんとね、ちゃんと自己紹介して、まずちゃんとそれは成し遂げてこようと思います。でフランスの、まあ、動画とかは、まあ、どこまで動画撮れるかわかんないんですけど、可能な範囲はね撮りたいと思います。で今月はそのフランスから帰ってきた後、今度はね中国に行ってきます。で中国に行くのは、今年ね僕個人アパレルやろうって言ったんですけど、実際にこの中国の工場に行って、まあ、こう服とかをね実際に触ったり見たり、話したりしたいなってことで今回中国にちょっと行ってきます。今日はこんな感じで終わりたいと思います。まあ最近のゲームしてない僕は一体何してたのかっていうのと、まあ、今月の予定ですね。フランスと中国ひとまず行ってきます。でゲーム動画は正直、まあ、2月中は無理だと思うんで、3月になったら
まあゲーム動画はなべくこう復帰したいなと思ってるんで、よろしくお願いします。というわけで、次は多分フランスの動画になるかなと思うんで、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。Out in the sun, open when it's gone.